おはようございますす自由民主党の村井秀樹です今日は新型コロナウイルス感染症対策等という集中審議のテーマ、菅総理はじめ関係閣僚、ご出席のと質疑の機会をいただきました、委員長はじめ、理事、各位の皆様に御礼を申し上げます。 本日のテーマに入る前に、一昨日の地震について少し聞かせてください。一昨日土曜日でありますけれども、午後11時8分ごろ、福島県、宮城県を中心とする震度六強の大きな地震が発生をいたしました。100名を超える負傷者の方また土砂災害 停電、また断水といったような被害も発生をしているようでありますけれども、政府としてどのように対応していかれるのか、菅総理に伺います内閣総理大臣、菅義偉君13日に発生をしました、福島県沖を震源地とする地震に関しまして。 被災されたすべての皆様方に冒頭心よりお見舞いを申し上げる次第でございます人的被害については本日の5時30分時点で重症12名軽症141名という報告を受けておりますまた東北新幹線の那須塩原駅から福岡駅機関などにおける運転見合わせや 盛岡,岡駅間における運転見合わせや、常磐自動車道における土砂崩れなどの、もうこれ、確認をされており、関係機関において早期の復旧に努めているところであります。まあ、政府としては人命第一の方針のもとに、自衛隊を現地に派遣するなど、初動対処に全力で当たってきました。まあ、引き続いてて政府一体となって 地方自治体や関係機関と緊密に連携をし国民の皆様への的確な情報提供災害応急対策に万全を期してまいりたいと思いますまた被災された方々が一日も早く元の生活を取り戻することができるように必要な支援をしっかり行ってまいります 村井司令君委員、はい、長ありがとうございますコロナ禍での地震被害ということですまた本日は被災地は大雨ということも伺っております被災地の皆様は大変な負担感を感じておられると思います政府の皆様にはぜひ被災者の皆さんに寄り添ったきめ細やかな支援ご対応をお願いを申し上げます でその上で今日のテーマであります、新型コロナに移ってまいりたいと思いますが、まず冒頭、ですねこのコロナ禍の中、長い間、最前線で戦い続けていただいている医療関係者の皆様、またさまざまなご協力をいただいております、国民の皆様に深く感謝を申し上げた上で、質問に入らせていただきます。まず最初は、コロナの感染状況についてであります。 緊急事態宣言につきましては、2月2日、栃木県を除く10都府県について、3月7日まで1か月間延長することとなりました。何としても感染を収束に向かわせる必要がある、そういう判断だと思います。 この1か月間、緊急事態宣言発令後の1か月間で、新規の感染者数は大幅に減少に転じております。そしてその傾向は、この1週間でより確かなものとなっております。先ほど数字入りましたけれども、昨日の全国の新規感染者数は1362名でした。 年始の新規感染者数は7000名を超えておりましたのでかなり数が減っているということが言えますもちろん昨日は日曜日で数字が少し少なく出ますので1週間平均で見ていくと直近1週間の平均が1520名となっておりますで、4週間前が6010名ですね3週間前が5270名2週間前が3650名 先週が2380名ということを考えると、今週の1520名ということはです、ね、着実に新規感染者数が減ってきているということを表しているんだろうと思います。また、陽性率ですね、これも東京都の数字ですが、1月7日に14.5%というピークをつけましたが、その後、低下をして、2月12日のデータでは、5.0%まで下がっております。 数字だけを見ると、これは11月上旬の水準となっておりますので、陽性率の方もだいぶ下がってきているということが言えようかと思います。で政府は1月の緊急事態宣言発出時にです、ねえー、飲食店の時短要請など、メリハリをつけた的を絞った対策を講じることといたしました。 このことについてさまざまなご意見も当初ありましたけれども、飲食店の皆様、国民の皆様のご協力もあって、政府の対策が確実に効果を出してきているそのように思います。その上で菅総理に伺います。医療関係者の皆さんの献身的なご努力、また飲食店、国民の皆様の積極的なご協力によって。 コロナの感染者数は確実に減少に転じていると思いますが、これからの1か月間で確実に緊急事態宣言を解除できる状況にまで持っていく、そこに向けての総理のご決意を伺います内閣総理大臣、菅義偉君感染リスクにさらされながら、使命感を持って、 日夜取り組んでおられる医療現場の方々によって私たちの命や暮らしそして社会が守られていることを常に忘れてはならないと考えておりますこうした医療現場の方々のご努力に報いるためにも政府としては足元の感染拡大に対し断固たる措置を講じ1日も早く感染を収束をさせなければならないと考えております 研究者宣言に基づき、メリアリの効いた対策を進めた結果として、新規感染者数は委員のご指摘ありましたように、7割以上減少するなど、明らかな効果が見られております。一方で、引き続き病床は逼迫をしております。今は緊張感を持って、効果の見え始めたこれまでの対策をしっかりと続けて、 何としても感染者を減少させ、入院者、重症者を減少させることが必要であると考えております。さらに、最近は高齢者施設等でのクラスターが増えていることから、都道府県と連携をして、高齢者施設等に対し、集中的な検査を実施していきたいと思います。宣言自体 緊急事態宣言の解除に向けて、ここで対策を一層徹底をして、感染者の減少傾向というものを確実なものにすべく、政府を挙げて全力で取り組んでいきたい、このように思います。はい委員長 村井秀君ありがとうございます少し明るい兆しが見え始めてきたということかと思いますが、引き続いて緊急事態宣言の解除に向けて、重症者数や病床のひっ迫状況なども注視しながら、取り組みを進めていただきたいと思います。 続きまして、新型インフルエンザ特措法改正法について伺います。本改正法については、す <laughs> でにこの国会でも審議が行われておりますが、一昨日の土曜日から施行となっております。 本改正法の施行によって、メリハリの聞いた、急所をついた対策がさらに前に進めやすくなったのではないかと考えますが、改めてこの新型インフルエンザ特措法改正法施行の意義について、西村大臣に伺います国務大臣、西村康君お答え申し上げます。あの 緊急事態宣言の発出はです、ね、国民の皆さんに本当に大きな不便、自粛などをお願いすることになりますので、そうした事態にならないようにするために、今般、これまでの経験、知見を踏まえて、 え、まん延防止等、重点措置というものを創設をしえ、ご指摘のように焦点を絞ったメリハリの効いた対策を取れるようにしたわけでございます。あのまず、昨年春の緊急事態宣言の以降、解除以降ですね。夏に感染拡大したときに大阪や愛知で8時までの時短。 これを焦点を絞った対策をやりまして、これが効果を持ちまして、1か月で半減以上の成果を持ちました、この分析を、データの分析を私ども行いまして、そしてさらに言えば、 昨年は映画館やイベントなど全部休業してもらったわけですけれども、そこはスーパーコンピューター、富岳などを使ってです、ね、そこまでやらなくてもいいということで、今は映画館は半分、イベントなどは50%、5000人の上限でお願いをしているところであります。そううしたた経験をを踏まえて焦点を絞った対策がが効果があるという中で 昨年年末以降ですね、22時までの時短を首都圏でお願いしてましたけれどもなかなかこれがまあ年末という時期もあってえ要請に応じていただけずまあ神奈川県知事の言葉を借りれば実際には2割程度のしか応じてくれてないということもございましたえその結果まあ感染拡大したということがございましたえこうしたことを踏まえましてえご指摘のようなえ今般の特措法改正の中で地域業態を絞って、えー 対策を講じる、そしてそれについて強制力を伴う蔓延防止等重点措置を導入することによってメリハリの効いた対策ということは可能になったと考えております。今後ともですね、この蔓延防止重点措置これを機動的に活用することによって。 えー、実効性の高い効果的な支援、もちろん効果的な支援を行いながら、実効性の高い、えー、そうした対策を講じていきたいと、まずは、えー、感染拡大抑,止抑制にです、ね、全力を挙げて、最優先に取り組んでいきたいというふうに考えております,、はい、す村井秀君。はい 今、西村大臣にご説明いただいたとおり、本改正法によって、まん延防止等重点措置というものが規定をされました、この措置はです、ね、緊急事態宣言のように、都道府県単位ではなく市、市町村単位などですね、きめ細やかな対応が可能になるという特徴がございます。 ぜひ政府・行政の皆さんには、感染状況や医療の提供体制も地域によって千差万別です、ぜひこうした措置を活用いただきながら、地域のニーズに対応した措置をお願い申し上げたい、このように思います。で続きましては、現在、大きな注目を集めております、新型コロナワクチンについて伺います。 先週、菅総理は日本医師会長と会談をされ、この新型コロナワクチンについて、その安全性、有効性が確認をされれば、今週の中ばにも医療関係者の方に接種をスタートし、そして高齢者の方については、4月中には接種を開始をしていく、そうした方針を明らかにされました。まさに コロナワクチンは感染対策の決め手でありますべての国民の皆様に安心してワクチン接種をしていただける、そのための体制づくり、国を挙げて取り組んでいかなくてはなりません。その点菅総理は すでに国で自治体のワクチン接種の事務費用、これ全額負担することを国の方で方針示しておりましたが、自治体の声も踏まえて、その補助額を倍増するといったようなことも、菅総理は表明をされました。そうしたことも踏まえて、改めて総理に伺います。この新型コロナワクチン あさって水曜日にも、医療提供者の方に接種がスタートするとも伺っておりますが、すべての国民の皆様に安心してワクチン接種を行っていただける、政府を挙げての取り組みを進める菅総理のご決意を伺います内閣総理大臣、菅義偉君。ワクチンは感染対策の決め手であり、 何としてもすべての国民の皆さんに安心して接種していただけるような体制を速やかに構築をしなきゃならないと考えております。本県は一大プロジェクトであり都道府県や市町村と連携をしながら政府一体となって現在準備に取り組んでいるところであります。昨日には ファイザー社のワクチンの有効性及び安全性が確認をされ、薬事承認が行われました。これを受けて、17日には医療関係者への接種、ここを開始したいと考えております。先日は、私自身、日本医師会の会長に要請を行い、医療関係者の全面的な 協力を得て、接種を開始をすることにいたしております。また、ワクチン接種の実務を担っていただく自治体に対してもは、できる限り速やかに情報提供、これを進めるとともに、必要な費用は国が全て負担をさせていただきます。一日も早く国民の皆さんに安全で有効なワクチンを お届けすることができるように、引き続き全力で取り組んでまいります。はい、委員長村井秀君はいえ、ありがとうございます。このワクチン接種は前例のない国家的プロジェクトとなります。菅総理の力強いリーダーシップをお願いをさせていただきます。 そしてここからは河野太郎コロナワクチン担当大臣に伺っていきたいと思いますが、今日はテレビ入りの審議ということでもございます。改めてこのワクチンについて、われわれ国民一人一人が正しく理解を深めることの重要性について、少し述べたいと思います。ワクチンは副反応と呼ばれるリスクがあり、それを完全になくすことはできません。 例えば、我々が身近に感じているこの季節性インフルエンザのワクチン接種がございますけれども、これについても、多くの方には難読の副反応も発生しませんが、注射箇所の腫れなどの局所反応が約9%の方、また発熱やけだるさなど、全身反応が約2%の方に反。 発生ををいいたたしますまますす重度の健康被害も報告をされています両足の力が抜けてしまうギランバレー症候群は約100万人に1人、また手足や唇などのしびれなどのアナフィラキシーと言われるものが1000万人に4人発生をしております。 このインフルエンザワクチンについては、こうした副反応などのリスクを認識しつつも、それを上回る感染症予防の効果がある、ベネフィットがリスクを上回るということで、その接種が進められております。このコロナワクチンにについても同様に ごくれに重度のま副反応が発生することを認識しつつもそれを上回る感染症の予防効果が認められる場合ベネフィットがデメリットを上回る場合に限り接種を進めていくということになりますでもう一つぜひ国民の皆様に幅広く共有をしたいのが我が国の 子宮頸がんワクチン接種の苦い歴史であります。子宮頸がんは年間我が国で1万人の方が罹患をされ、約3000人の方が亡くなられる病気です。この子宮頸がんワクチンを WHO は接種を推奨し、そして欧米諸国では広く公的接種が行われています。我が国においても2013年 法的な裏付けのある定期接種化をいたしましたが、実はその直後、ワクチンの副反応を過度に強調したセンセーショナルな報道が続き、国民の皆様に不安感が広がった結果、この定期接種化前は、子宮頸がんワクチンの接種率、約7割を超えてたんですが、それが1%未満まで落ち込んでしまいました。 ワクチンを強化する PMDA ・独立行政法人の医薬品・医療機器確保総合機構ですけれども、ここがワクチンの安全性、有効性を確認しているにもかかわらず、接種率は改善をせず、先進国の中で我が国だけが子宮頸がんワクチンの接種が進まずに、引き続いて残念なことに、多くの方が亡くなられているという状況が続いております。 こうした過去の反省に立ったとき、我々はワクチンについて国民一人一人が正しく理解を深めていく、これが本当に重要で、過度に恐れるのではなく、コロナワクチンについてもその効果と副反応、これを正しく理解することが重要だと思います。その意味で 実は現在首相官邸のホームページに河野大臣のわかりやすいですね大変わかりやすいこのコロナワクチンについての解説動画が出ております。ぜひ皆さんにもご覧をいただきたいと思いますが、この動画によればですね、今般承認された新型インフルエンザワクチンの重度の副反応については。 アメリカでは1月18日までにワクチンの接種による急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーが100万人に5人程度報告をされています。日本でもワクチン接種後に会場で一定時間様子を見て、万が一アナフィラキシーが起こっても、医師や看護師が必要な対応を行うこととしていますと河野大臣、述べられておられます。以上を踏まえまして、河野大臣に伺います。 政府において、ワクチン承認にあたって十二分にその安全性、有効性を確認する、これは論を待ちませんけれども、その上で,ですね率直に言って、昨年来のこの新型コロナについての我が国の報道ぶりを見ていると、必ずしも科学的知見に基づかない極端な意見も参見をされます。 今後、このコロナワクチンの接種が進んでいくとです、ね、その注目度、また期待も高いだけに、子宮頸患ワクチンの例のようにです、ね、その副反応を過度に強調をしたようなセンセーショナルな報道も出てくるのではないかと、私は大変危惧をしております。一度こうした不安に火がつくと、取り返しのつかないことにもなりかねません。そこで河野大臣に伺いますが新型 コロナワクチンの接種にあたって、子宮頸がんの経験も踏まえながら、どのように国民の皆様に情報発信をしていかれるおつもりか、伺えればと思います国務大臣、河野太郎君あの今回、ファイザー社製のコロナ感染症、新型コロナウイルス感染症へのワクチンが承認をされました。 あの国が有効性、安全性を審査をし、ベネフィットがリスクを上回る、そういうことで承認が行われたわけでございますので、しっかりと政府として情報を発信に努めてまいりたいと思います。委員おっしゃったように,に、官邸のホームページにワクチンに関する特設サイトを立ち上げました。 ここを窓口として、必要ならば厚生省のホームページにもリンクを貼って、詳しい情報にアクセスできるようにいたしております。またあの、ワクチンに関する鑑定の新しいアカウントをツイッター用に取得をして、正確な情報をいち早く発信できるようにいたしました。また本日から えー、コロナワクチンに関するコールセンター、フリーダイヤルのコールセンターを立ち上げて、えー、祝日、休日なく朝9時から夜9時まで、えー、受け付けられるようにいたしましたので、えー、疑問点があればあの、お問い合わせをいただきたいと思います。我々として確かに副反応は えー、ゼロにはできませんけれどもあの、ベネフィットがリスクを上回る、えー、そこをきちんとご説明をし、万が一副反応が、あのアナフィラキシーのような重篤な副反応が出たときも、えー、現場の医師、看護師がしっかりと対応できる体制を作っている、そういうことを正確に情報発信してまいりたいと思っ村井秀樹君。 ありがとうございます河野大臣の発信力で、ぜひ適時、的確にです、ね、国民の皆様に情報発信をしていただけますようにお願いを申し上げます。 時間も迫っておりますが、続きまして、このコロナワクチンの接種体制について伺いたいと思います。先週、自民党の新型コロナワクチンプロジェクトチームではですね、COVID-19 ワクチン接種体制の構築に向けてという提言を取りまとめ、総理はじめ関係閣僚の皆様にお持ちをいたしました。私もこの PT のメンバーなんですが、この提言の中はですね、接種ルートの 多様化、医療従事者の確保、輸送・配送に関する事業者の多様化、情報管理システムの整備等々ですね、さまざまな内容が含まれておるわけですが、時間も限られておりますんで、接種ルートの多様化について伺います。現在接種体制については あの自治体の集団接種、これを軸とするということと認識をしておりますが、できるだけ早く多くの国民の皆様に接種を受けていただくためには、接種ルートの多様化を通じて、効率的な接種が必要だと思います。具体的に申し上げると、65歳以上の高齢者の方については、基礎疾患をお持ちの方も多いということで、 集団接種よりもです、ね、医療機関による個別接種の方が、起用歴の把握も容易ですし、副反応への対応や、またそのリスクの把握などもしやすいといったようなことからです、ね、高齢者の方向けの接種については、集団接種に加えて、 集団接種に加えて、医療機関の個別接種ですね、これを接種ルートの軸の一つに加えるべきだと考えますが、河野太郎大臣の見解を伺います国務大臣、河野太郎君あの。今回のワクチン接種は、市区町村にお願いをしているところでございます。あの市区町村大きさから あだ、置かれている地理的状況、さまざまでございますので、それぞれの自治体において最適な接種方法を考えていただくことにしておりますが、多くの自治体で集団接種と診療所などの個別接種、組み合わせた計画を策定をしてくれております。あの当初は このマイナス75度での輸送保管が必要だということで、なかなかこのファイザー社のワクチン、小分けが難しいという話でございましたが、ファイザー社からも小分けの了解を取れておりますので、必要に応じて自治体は診療所などにおける個別接種というのも入れてくれておりますので、自治体において現在、体制を計画をしている、その計画通りにしっかりと進めていただきたいと思っております。 村井秀樹君、はい、委員長、ありがとうございます。また、併せてです、ね、企業で働く方などの費用者については、健康保険組合など、職域のルートでの接種ですね、この接種ルートを構築をして、例えばオフィス内ですとか、その近所でもワクチン接種できるようにしていくべきだと考えますが、今大臣のお考えを伺います。 国務大臣河野太郎君あの高齢者のあと、高齢者施設の従事者ですとか、基礎疾患を持っている方という順番に優先順位が回ってまいりますが、あの若い世代に接種が始まるときには、どのようにしたらいいのか、職域での接種を。 含めてですね、えー、今後のあり方を検討してまいりたいと思います。村井秀君、はい、えー、ありがとうございます。接種ルートの多様化を通じてですね、効率的で利便性の高い接種体制の構築をお願いをいたしたいと思います。またその際、接種状況などを管理するシステムの構築がですね、大変重要になると思いますので、合わせてのご対応をお願いを申し上げたいと思います。 で最後になりますけれども、一言だけこのコロナ対策について申し上げるとすればです、ね、われわれはこの1年間で本当に多くのことを学んだんだろうと思います。どういう状況、場面で感染拡大をしやすいのか、また陽性者が出た場合にどのように対応をすべきなのか、そういったようなことを学びながら、一つ一つ対策を積み上げてきました。例えば 昨年春の緊急事態宣言では、全業種を対象としておりましたが、今般の緊急事態宣言では、夜の飲食店に的を絞った対策とさせていただきました。さまざ、あ、まなご意見もいただきましたが、結果として感染者数は減少に転じております。また先ほど申し上げたとおり、特措法の改正によって、よりきめ細やかな対応、これもできるように、法改正いたしました。 なんといっても未知のウイルスとの戦いでありますので、なかなかすべての対応が百点満点というわけにはいかないんだろうと思いますが、常に最新の科学的知見と現場の声を伺いながら、我々の対策も常にバージョンアップ、ブラッシュアップさせていく。そういうい 姿勢が必要なんだろうと思います政府与党そしてまたあ政府とこの国会がですね連携をしてこのコロナとの戦いに必ず打ち勝っていくということをお誓いを申し上げさせていただいて私からの質問とさせていただきますありがとうございましたこの際山田美希君から 関連質疑の申し入れがあります。浦井君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山田み